チャットモンチーです。20周年おめでとうございます。花の嫁の時がデビューの時に私エクステをしていて、そのデビューと同時にエクステをつけたんですね。わかります？してその時まだ徳島と東京行き来してたから、家実家で寝たら枕にエクステが落ちてて、母親がそんなしんどいんって言ったんです。なんかめっちゃおぞましい顔して、エリコこれ何っていうのね。して、あ、それはエクステやからつけてただけやから取れるんよって言ったら、なんかタンスの高い位置ぐらいに置いてたけどね、お母さん。デビュー記念みたいな、記念みたいな感じで取っとこうかなって言って、そんなことがありました。お母さん今も変わってないですけどね、あんまりね。初めての MC がこれってすごいですね。ニコみたいに今日は最高にしようぜってなんか言ってもらっていいですか？え、いや、いやです。ちょっとそれはニコに任せて、あっちも絶対言わんだろうなって思ってそうなんよ。もうニコね、後輩なんですけど、まあ年齢もちょっと下で、すごいね、大人びたね、うん、ニコね、うん、今日楽屋入ってきた時芸能人かと思ったな、うん、めっちゃ芸能人がおるって思ったな。So good.
おめでとうございます。